スワキ。ご飯食べることとか寝ることと同じくらい戦うこととか強くなることっていうのは、まあ、生活の一部なんで、まあ、生きるために戦ってるっていう感じですね。あえて理由を言うのであれば、久村正志が世界で一番強いっていうことを証明するために戦ってます。